教会寺は兵庫県三木市、細川町脇川にある寺院。三号は脇川山。宗派は新言州大覚寺派。教会寺三門と栗、峰愛紀にも記述のある小札。寺伝では白地二年、報道千人によって回帰された。延暦十四年、当時で空海が三年間修行したことから、寺号を教会寺とした。 中世を通して、宝石四十八坊治領の五十国があったが、天正八年、三木合戦の時、陛下によって焼かれ、焼失した。伝承では、三木合戦で牢城中の別所長春軍に、教会寺の寺僧は、木内の兵を助けるために、米を詰めた竹筒を美濃川支流の脇側に流し、橋場秀吉軍の目を盗んで、三木城に送ったが、竹筒の線に、 同時周辺にしかない高山木を使ったため、送り主が発覚し、寺は焼き打ちにあったとされる。後、段からの熱心な寄進により、徐々に再建が進み、現下元年、大指導が建立された。祈り手し願いは満ちて、湧く川の山のこなたに響くたきつせ、湧き川山境界寺由一遠隔閣より湧き川の、念仏水自家用車で行くも道が狭いので注意が、必要。 ありがとうございます。